皆さんこんにちは。暴れん坊将軍などでよく知られ、マツケンサンバで一世を風靡した松平健さん。このマツケンサンバの大ヒットで親しみやすさを感じるようになった方も多いのではないでしょうか。プライベートでは1990年、元宝塚歌劇団の女優大地真央さんと結婚するも、2003年には離婚された松平健さん。2年後の2005年には再婚されると、翌年には男の子が誕生と、新たな一歩を歩み始められていましたが、悲しいことに再婚された奥様は亡くなってしまったそうです。一体何があったのでしょうか。今回は松平健さんの経歴とプライベートやご家族についてお話ししたいと思います。松平健さんのプロフィール。本名、鈴木末七。愛称、松健、健さん。生年月日、1953年11月28日。出身地、愛知県豊橋市。身長、178センチ。血液型、B 型。学歴、愛知県立豊橋工業高校中退。所属事務所、短期プロモーション。松平健さんの経歴。松平さんは7人兄弟の末っ子として、1953年愛知県豊橋市で生まれました。本名末七の由来は兄弟構成から来ているそうで、ちなみに一番上のお姉様とは20歳離れています。お父様は元軍人で大工の棟梁でした。大家族だったにもかかわらず、父親はあまり仕事をせず、さらに大酒飲み。そのため、幼少期の生活は苦しく、母親が家計を支えるために、朝から晩まで働いていたといいます。10歳の時に、大工の父親が日活の社長の家を建てたことから、映画、太平洋一人ぼっちの招待券をもらい、見に行った松平さん。そこで石原裕次郎さんが演じる主人公に心を動かされたそうで、後に俳優になるきっかけとなります。豊橋市立清涼中学校を卒業後、愛知県立豊橋工業高等学校に進学した松平さん。しかし寿司職人になるため高校を中退しています。その後、石原裕次郎さんに憧れて俳優になることを決意、1970年に上京します。上京を決めた松平さんに対し、母親は反対するどころか、成功するかはわからないけど自分のやりたいことをやりなさいと言って、貧しい家計の中から3万円を手渡してくれました。上京後は憧れの裕次郎さんがいる石原プロダクションに直接訪問し、入所希望を申し出ますが、今は新人俳優を取っていないと入社を断られてしまいます。そこでたまたま目に入った放映テレビプロダクションに所属することになりました。以降、住み込みで八百屋、寿司屋などで働きながら劇団の稽古に通う日々を送りました。そして1972年、テレビドラママドモアゼル通りで俳優デビューを果たします。当時、ウルトラマン太郎のオーディションも受けていたそうですが、惜しくも最終選考で落選してしまったそうです。1974年には、勝慎太郎さんの事務所、勝プロダクションに入所し、勝さんの付き人をしながら、1975年、勝さんが主演を務める座頭市物語、翌年の1976年、昼ドラ、人間の条件で、初主演を果たしました。その後、着実にキャリアを積み重ねていった松平さんは、1978年に自身の代名詞ともなる作品暴れん坊将軍と出会い、主役の徳川吉宗役に抜擢されたのです。同作は2008年まで30年間放送され、放送回数も832回と長寿番組となり、松平さんの代表作となったと同時に、
徳川吉宗イコール松平健となった方も多いと思います。1980年には自身初となる刑事ドラマ走れ熱血刑事にて主演を務めました。その後も数々の時代劇や大河ドラマにも出演していた松平さん、2004年には新設歴史将軍にて初めてバラエティ番組の司会に抜擢されています。そして松平さんといえば忘れてはいけないのがマツケンサンバ。この曲実は2004年に出演した舞台の終わりにパフォーマンスされていたものだそうです。それが芸能関係者の目に留まり、それまで公演会場のみで発売していた同曲の CD を全国で発売することになりました。そのマツケンサンバ2はオリコン初登場17位、最高で3位となる売り上げを記録し、神宮外苑花火大会で披露すると2万5000人の観客が総立ちとなるほどの盛り上がりようでした。さらに同じ年の秋に開催された宝塚歌劇団の大運動会では入場曲として使われたり、年末の紅白歌合戦や日本レコード大賞にも出演するなどの大ブームを巻き起こしました。香取慎吾さんがバラエティ番組でマツケンサンバのパロディをしたことでさらに多くの年代に知られ、2006年頃まで続くブームとなりました。以降松平さんの愛称としてマツケンという名前が世に浸透するようになり、マツケンサンバが大ブームに。2005年には東京ドームでコンサートを行い、バラエティ番組にも本格的に進出するなど目覚ましい活躍を見せました。2006年には振り付けをパパイヤ鈴木さんが担当したマツケンの阿波踊りをリリースし、全国のお祭りで流されるほどの大ブームになりました。翌年の2007年、秋元康さんとのコラボレーションによるシングルマツケンパラパラをアルファベット表記のケン・マツダイラ名義でリリース。白いスーツに長髪のウィッグという姿でパラパラダンスに挑戦しました。2012年には政府広報が展開している悪質商法などによる高齢者の消費者トラブル防止を啓発するイメージキャラクター未然奉行に就任しています。プライベートでは、そんな松平健さんですが、演劇風と共に去りぬの共演をきっかけに1990年37歳の時に女優の大地真央さんと結婚しました。婚約会見で大地さんは松平さんについて、誠実であったかくて包容力のある方と言い、一方の松平さんは、話をしていてもほっとできる、肉じゃがを食べさせてもらったけど美味しかったとコメントしています。その後新婚旅行で世界一周の旅に出たそうです。しかしお互いにドラマの収録などで忙しかったため、別々に家を借り生活を共にするのは週末だけになってしまったといいます。そのためすれ違いが生まれたのか2003年に離婚されています。2年後の2005年には14歳年下の元タレントで女優の松本ゆりさんと再婚されています。お二人は1991年にテレビ時代劇暴れん坊将軍4の共演で知り合うと、1998年7月にも舞台版暴れん坊将軍で共演されているのですが、2004年10月ゆりさんがお母さんと共に松平さんの主演舞台を感激され、終演後松平さんと3人で食事をされたことがきっかけとなり交際に発展。それから約1年の交際を経て結婚に至ったそうで、結婚式でゆりさんは、ありがとうございます、とても嬉しいですと幸せいっぱいの様子だったとのことです。そして2006年10月には男の子が誕生しています。松平さんは前妻大地さんとの間にお子さんがいなかったため大喜びだったそうで、ゆりさんも、夫は赤ちゃんの写真を見て足の大きいところが似ていると言っていました
と喜びのコメントを発表されました。まさかの別れ。しかしそんな幸せな結婚生活を送られているかと思われた松平さんを不幸が襲いました。2010年11月15日午前3時ごろ、ゆりさんが東京目黒区内の自宅で亡くなっているのが発見されます。泊まり込んでいたベビーシッターによって発見され、3時10分に119番通報されたとのことですが、警視庁碑文谷署によると、ゆりさんは自室のドアの上部にある金属部分にロープをくくりつけということでした。遺書などが残されていたかは不明ですが、事件性はないと断定されたのでした。亡くなる数ヶ月前にゆりさんのお母様が病気で亡くなっており、介護疲れとお母様との別れが原因でうつ病を患っていたと言われています。ゆりさんが亡くなった当時、松平さんは舞台の公演中でしたが、失意の中千秋楽まで舞台を務め上げ、マスコミにコメントも寄せました。懸命に家庭を守ってくれた良き妻とし、出産や母親の介護などで体調を崩し、パニック障害や不眠症、うつ病を患っていたと明かし、亡くなる前の3年間は様々な病院にかかりましたが、結局心を通じ合う医師とは巡り合うことができませんでした、と話していました。またお母様を亡くしたゆりさんについて、深い悲しみに襲われ、自分の体の一部を失ったかのようでした、と明かしています。そして、私の力不足と悔やんでおります。私がいながら亡き母の穴を埋めきれず、愛する母親のもとへと旅立たせてしまったこと、今はただただ残念な気持ちでいっぱいでございます、と悲しみのコメントを寄せました。福岡公演でしばらく帰郷できなかった松平さん、ゆっくりとゆりさんとのお別れができなかったことから、同年12月3日東京都大田区の雪ヶ谷会館でしめやかに葬儀告別式が執り行われると、前日の通夜に続き、女優の中村玉緒さん、マツケンサンバの振り付けを担当した真島茂樹さんら約50人が参列。松平さんは弔問客に気丈に対応されるも、喪主の挨拶では、看病を完璧にはできませんでした、留守がちだったもので、そばにいられず本当に残念な思いです、と男泣きされたそうで、葬儀後霊柩車の中では悲痛な表情でゆりさんの遺灰をしっかりと握りしめられていたとのことでした。育児に奮闘。その後の松平さんはシングルファーザーとして子育てに奮闘。息子さんを自転車で幼稚園に送り迎えをする姿が目撃され、小学校に入ってからは朝早く起きて息子さんのお弁当を作り、時間が合えば学校の行事にも参加していたことが週刊誌女性自身により報じられています。そんな中、2015年に40代の一般人女性と再婚しました。仕事に育児に家事と多忙な松平さんは周囲に、助けてくれる人が欲しい、とこぼしていたといいます。再婚が発表された当時は61歳と、いくら鍛えていても体力には限界があったと思います。世間でもそんな松平さんの限界を感じ取っていたのか、結婚発表時はお祝いムードを一色でした。息子さんが女性に懐いていたのも結婚の決め手となったようです。松平さんは結婚相手の女性の性格について、しっかりしていて自立している、人生のパートナーとして頼りがいのある存在だ、と話しています。再婚相手は松平さんのファンだったそうで、女性からの積極的なアプローチもあり、結婚に至ったと言われています。豪邸を売却。2005年にゆりさんと再婚し、2009年には東京目黒区に豪邸を建てられた松平さんですが、2010年ゆりさんがその自宅で他界されたことから、2012年には自宅を売却されたそうで、関係者によると、松平さんは
自宅が今年1月に売れたのでほっとされていると思います。まだ築3年しか経っていない3億円の豪邸でしたが、事故物件ということでなかなか買い手がつかず、最終的には約3割引きの2億円くらいでしか買い手がつきませんでした。それでも長男の悲しい思い出を少しでも減らしてあげたいと激安でも快諾したと聞いていますとのこと。また2011年3月には息子健太くんの通う有名私立幼稚園から、子供の足でも徒歩で通える場所にある家賃65万円のマンションに引っ越されていたとのことですが、その時には息子さんもいろいろ理解できる年齢になりました。自宅売却が終わり、ゆりさんのことに区切りがついたので、ゆりさんのことを松平さんの口からきちんと伝えたようです。毎月の月命日には2人でお墓参りをするようにもなったといいますとのことでした。勝慎太郎さんとの関係は、過去には勝プロダクションに入り勝さんの付き人をしていた松平さん、勝さんが主演と監督を務めた座頭市物語で初めて本格的な大役に就いた松平さんですが、当初周囲はそんな新人を使うなんてと反対したようです。しかし勝さんが押し通してくれたことで出演できたといいます。セリフは覚えてこなくていいと言っている勝さんですが、この作品に関してはお前ちゃんとセリフを覚えてこいよと言い、撮影の前の日にはホテルの部屋に松平さんおよび翌日に撮るシーンのリハーサルをつけてくれたそうです。松平さんは、勝先生はまずはご自分が見本をやってくださる、それでもできないときは手取り足取りを教えてくれたと話しています。その後松平さんが売れっ子俳優になった後でも師弟関係はずっと続き、舞台稽古にはいつも駆けつけてくれたそうです。毎回必ずダメ出しされていたという松平さんですが、勝さんが亡くなった後、妻の中村珠緒さんから家では松平あいつは良くなってきたと褒めていましたよと声をかけられたそうです。いかがでしたか？松平さんの同年代や上の方には上様と、若い世代には松健として知られる松平さん、私生活ではいろいろありましたが、現在は息子さんとの父子共演を実現させることを励みに挑戦を続けているとのことです。ファンの方からすると松平さんの活躍はもちろんのこと、息子さんの今後の活動も楽しみですね。